卒業しない宣言してしません。すぐちょっとでも言ったことを後から嘘つきって言われるんで、私は分からないこと、私はもう30まではいますとしか言ってませんから、嫌です、言いません。分かるんだけどさ、50歳まで絶対いてくださいとか、40歳まで余裕ですよみたいな、私の人生は私が決めるからさ分かるんだけど、気持ちはね、いてくれたら嬉しいですとかだったらさ全然いいんだけど、絶対いてくださいとかさ、絶対やめたらダメですとかさ、強制しないでよ。結果的にいるかもしれないけどさ、分かんないからさ。31歳の時も AKB いますよね。すごい質問ですね。いえ、いないんじゃないですか。さすがに、さすがに、ごめんなさい、さすがにワンちゃんいてくれそう。いや、31はユキリンみたいに30になってもいてくれる。いや、ユキリンさんはいいんですよ、もうすごい素晴らしい、本当にユキリンさんというアイドル像を完璧にできている、いらっしゃるけど、私が30までいたらちょっとね。あの、昨日30までアイドルしてくださいみたいにしますよねみたいなね、コメントがあったんですよ。そうで、確かに私は今アイドルしてることがすごい好きだし、アイドルしてる自分が好きだしアイドルしてる時の時間が一番好きだから、なんか今なんかやめたらどうなるんだろうとかっていうことも考えれないくらい、やめるっていうことがそんなに頭にない状態の人生を今送ってるんですけど、昨日インスタをね、30になって結婚したことのデメリットみたいなっていうのがおすすめ欄に流れてきていや、まあ気になるじゃないですか、私この今、まあ、もうすぐ22でアイドルやってて、でもなんかやめようっていう気持ちもなければ、やめた後にそういう関係になる相手もいなければと思ってふと開いてみたんですね。そしたら30になって相手を見つけるのが難しいみたいに出てきていや、そりゃそうだと思ってであとはなんか子供を育てる時のリスクとか、2人目3人目には届かずにみたいな1人目で諦めてしまうとかっていうのがめっちゃ出てきて、うわー、私これ無理だと思って。私は本当にちっちゃい子がすごい好きだから、結婚云々より子供が欲しいっていうのが一番あるんですけど、これ30までこれ私自分のこと放置してたらやっていけないなと思ったんです。でもよくよく考えたんですけど、本当にたくさんの方から今はなんかハーピョンのことが好きだよって言ってくださる方が多くて、なんかすごい嬉しいなっていう気分に浸ってるんですけど、それが一人の人からしか言われなくなるってことじゃないですか。結婚したら、もうアイドルやめて結婚したら、え、それも無理だなと思ってわがままなんか難しくなりましたね。結局自分の中での結論は何も出てないんですけど、どうなんだろうね。全盛期間がすごい、全盛期間がすごいってことはさ、どんどん落ちぶれていくってことじゃん。悲しい。なんせ昔より顎がシャープになった気がする。それはね、わかる。なんか顎がね、ほらこんなになかった気がするの昔。本当に何もしてないんだけど、なんかマッサージとか顔のマッサージとかしたり、もう美顔器とか使うとシュッとなる。やっぱりね、美容は大事ですね。ずっと全盛期ってことでありがとう。でもなんか女の人はさ、30歳が一番女性らしいって言うじゃないですか。だから楽しみ。今は今のいい感じな自分でいて、30歳の時はまた今とは違う感じの雰囲気になってたら嬉しいなって感じ。30歳の自分見てみたい。どんな人になってんだろう。こじはるさんみたいになってたいな。なんかもうオーラがすごくて誰もが振り向いちゃう女性になりたい。